ジェイソン・ウォッシュバーンは、アメリカ合衆国出身のプロバスケットボール選手である。ウォッシュバーンは、国境ミシガン州のバトルクリークセントラルハイスクールでの、選手時代に同校を地区チャンピオンに導いている。ハイスクール時代には1試合平均17得点、8リバウンド、5ブロックを記録しており、最終学年には平均で、ダブルダブル、また2回のトリプルダブルを記録している。また、 同校のブロック数シーズン記録と1試合あたりの最多ブロック数記録を有している。高校卒業後はユタ大学に進学し NCWA 一部のパシフィック12カンファレンスに所属する同校のユタユーツメンズバスケットボールに所属し123ゲームに70回のスターターとして出場し1試合平均8.7得点5リバウンド1.3ブロック 22.4分間の出場を記録した。大学3年時の2011から12シーズンには、1試合平均11得点、6.2リバウンド、1.4ブロックで同行のトップスコアラーとなっている。2013年6月12日に、ウクライナバスケットボールスーパーリーグのチェアキャスキー、マーベッピーと2013から14シーズンの契約をした。なお、 2013から14シーズン終了後のオフには、2014NBA サマーリーグにユタジャズから参加している。ベーシックフィットブルセルでの2014-15シーズンは27試合に出場し、平均出場時間は18.7分で、平均8.9得点、3.9リバウンド、0.8ブロックを記録した。2015年9月15日に、 NBA シャーロット・ホーネッツと契約したが、プレシーズンの4試合の出場だけで10月23日に解雇になった。11月3日にコソボスーパーリーグのシュガル・プリシュティナと契約した。2016年8月に日本の B リーグに所属する横浜 B、コルセアーズと契約した。2017から18シーズンも引き続き横浜 B、コルセアーズでプレーしたが、 同シーズン開幕直後に負傷を負い、アメリカでの治療のために横浜を退団した。2018年8月21日にルーマニアのクルジュナポカと契約した。2019年6月20日に日本の B リーグに所属する横浜 B、コルセアーズと再び契約したが、最初の公式戦となる9月14日のアーリーカップ宇都宮戦で、 腰椎追間板ヘルニアを発症し、治療のため12月5日に対談が発表された。2020年8月26日には、琉球ゴールデンキングスが契約したキムティリーとドーエイン・エヴァンスがチームに合流するまでに限定した外国籍選手追加契約ルールを活用しての短期契約として琉球ゴールデンキングスに入団し、4試合に出場した後に対談した。 2020年11月4日には、新潟アルビレックス BB に入団した。ありがとうございます。